それでライバルがデパートの前にいますが、かわいそうなことにね、これがね、もう最後の最後なんですよね、戦うのが。ほんでね、このはるかちゃんがね、何選んだんだったかな。俺が、キモリ選んだら、若者も出してくるじゃん。その時のパーティーがね、ふざけてて、みんな飛行に弱いんだよね。トロピウス、若者も、ルンパッパとかで、倒して終わったら空を飛ぶで飛んでいくんですけど、空飛ぶで飛んでいくってことは、なぎちゃん、いや違う、なぎちゃん倒したってことじゃん。なぎちゃんを倒せるとは思えないパーティーで倒してるんで、それを本当に倒せるのかっていう検証動画を、また1年前ぐらいに上げたんで、見てください、ぜひ。面白いよ。悲しいことに最終進化系を見られないんだよね、御三家の、ルビーサファイアは。あら、ハゲタコくんもお買い物？私はぬいぐるみとかポスターいっぱい買っちゃった。もちろんポケモンいっぱい捕まえだし、ちゃんと育てているんだから。私としてはハゲタコくんがポケモン育ててるか心配だな。勝負してあげるからハゲタコくんのポケモン見せては。ここでは選択肢あるのか。私のポケモンがハゲタコくんのポケモンに負けるわけないんだから。一回も勝ったことない口でよく言えたな、はるかちゃん。オースバメ、やばい、なんなん手がつけられんくなる、そろそろ。ああやめとけよかった。いつまで積むんこいつ。よしね、2回じゃ倒せんしよう。わしゃわしゃポン。あ、エフェクト切ってた。うわ頼む。で石化だろう多分。うわ賢い AI も、 AI に仕事奪われるぞ。怪奇ね、ガムシャラが強いのよ、分身してからの。当たった。私そろそろ、ミシロタウンに帰るつもりなの。いろいろポケモン捕まえて、図鑑も結構できてきたから、お父さんに見せるんだ。ハゲタコくんはどうするの？あちこちのジムバッジを集めて、ポケモンリーグ挑戦するの？いや、私、ハゲタコくんがバッジを集めてる間に、ポケモン図鑑を完成させちゃおう。じゃあね。って飛んでいくの。お前、ほんとにキノコ子とかで、なぎ倒したんか？まあ、沼黒ならできるか。ほんじゃ、墓でも荒らすか。ここにもね、あるよね。はい、まずここで PP リカバーを取って、ハイパーボールでしたわ。こうやって、お供え物を奪っていってますけど。上の方にほんで、不思議な目があった気がする。ちょっと後で取りますね。お、これで、若者もが進化でございますね。遅いね。20年、ルビサファーエメラルドやってきて、一番遅いわ。送り火までの最終進化、この立ち姿がいいんですよね。やっぱ公式系と違って、なかなかバシャンは普通に立ってるイラストってないからね。なんか片膝上げてるイラストが多いですけど、ブレイズキックは打てないな。さすがに足から炎出てくるキックは打てないな。このバシャンの代名詞とでも言える、代名詞とも言えるブレイズキック、当時はバシャンボだけか覚えるの。今は他にもなんかいそうですけど。お、攻撃108、特攻98。悪くないね。あ、これがキトさんだ。伏線回収。ここでチリーン探した思い出。チリーンが 1% か 2% か 5% ぐらいで出るんですけど。読まれ珍しい。ルビーサファイアでね、サファイアだと影坊主。ルビーだと読まれがいっぱい出て、逆が少ないのよね。この山頂か内部の4、5回ぐらいに行くとサファイアで夜回る、ルビーで影坊主が出るんですけど、ちょっと珍しい。ほぼほぼ俺がやってんの今サファイアだから、ほぼほぼ影坊主。当時俺ジラーチの映画見てさ、サマヨール強いなーって思ってたからね。でも俺はよくやってたのサファイアだったから、俺にとってちょっと珍しくてね。でたまに友達のルビーを借りたりした時にさ、空の柱行ったら55レベルのサマヨールとか普通に出てくるじゃん。ワクワクしたよね、当時。今となっては55レベルのポケモンが普通に出てきてもね、もう当たり前じゃん。なんか今、もう剣盾60レベルとかが普通にいたりするからな、野生で。あれですけど。当時55レベルの野生のサマヨールとかテンション、それだけでテンション上がってたからね。でもチルタリスの60が空の柱の5、6回ぐらいで出るな。59でゴッドバードを覚えてるから。珍しいんだよね。もう今普通に進化後のポケモン出たりするもんね。それこそ通信で進化するポケモンも野生で出たりするからね。4世代でゲンガーが森の予感で出たりとかな。まあ、二度切りすりゃよかった。時代は変わったな。もう野生のバンギラスとか考えられんかったからな。
野生のハガネールがまさか普通に出てくるなんてね。それも4世代ですけど、2006年の話ですけど、3世代人間の私からしたらね、もう衝撃でしたよ。鋼鉄島でハガネールが出てきた時には。こんなこと言ってたら終わったな。また君か。君にはこれまで何度も邪魔をされたが、今度ばかりは遅かったようだな。この送り火山に祀られていた紅色の玉、確かにこの青霧がいただいた。なんでこれさ、絶対紅色の玉と藍色の玉があってさ、ここになんで藍色を持っていかないの、海増やしたいのに。なんで、あえて逆を取っていくの。グラードンを沈めようみたいな。でもこのサファイアにグラードンというポケモンは存在しないからな。普通お前アクア団のリーダーだったら藍色を持っていくだろう。この辺にあった気がするんだよな。ほら見て、珍しくない？草むらにあるのよこれ。普通ここだけ草がないとかで、ああ隠し相手もありそうだなって感じだけど、草むらにあるのよね。珍しいパターン。これここだけじゃないか、草が生えてるところにあるパターン。え、これエメラルドだったら変わってたっけ、覚えてないですけど。珍しいね。ほんで不思議な目が15個ぐらいあるかも。13個か。殿堂入りまで20行きたいね。ほんじゃカイナシティまで歩いていかないといけない。めんどくさい。空を飛ぶポケモンが1匹もいないから。あ、せっかくだから123番道路を通っていくか。123番道路は唯一フーディンを出すポケモン、唯一フーディンを出す人が2人いますよ。唯一2人っておかしいけど、123番道路が唯一というね。123番道路だけフーディンを出すポケモンが、フーディンを出す人がいると。しかしそれが2人もいるということでございますな。ここだけ音楽、これこの音楽、この道路だけだからな。この最初のルビサファ起動した時の小田巻が、やあお待たせっていう時のこの曲な。ほんで不思議な雨とサイキッカー、こっちサイキッカーか、いやこれ不思議な雨か。ほんで上にサイキッカーがおりますけれども、こいつもフーディン出した気がする。こいつとあと真ん中ぐらいにいる女の人のサイキッカーね、カオルちゃん。このユンゲラーが後々フーディンになる。だから一周目では誰もフーディンの姿を見ることはできない。だから俺ファイだからさ、俺もルビサファやってからファイアレッドやってたから、ファイアレッドはね普通に出してくるじゃん、夏目ちゃんとかが。あれがね当時画期的でしたね、僕にとっては。いないんだよルビサファでは通信で進化するポケモン。まあ、カイリキーを出してくる人がキナギの左にいるぐらいかな。グドラとかも誰も出さんしね。まあ、エメラルドではグドラ、アダンさんとかゲンジが出してくるけど。おー来た、ステミタックルとうとう来たよ。怪力なんか、あ、水鉄砲が一番いらんわ。マリオルリもこれで終わりか。え、34レベルで全部終わり。ステミタックル威力120あるからね、バケモン技。この技ボーマンダは93レベルで覚えるからね誰がそこまで育てるんだっていう、まあ、誰がっていうほどじゃないかもしれないけど、100レベルまで育てる子はいっぱい当時いただろうけど、93で覚えるからね。びっくりして俺当時ポケモン図鑑読みながら 93? 声出たもん、珍しく。本読みながら声出るってなかなかないけど、比喩表現とかではね、声出たとか、なんかよく掲示板のレスとかで声出た、笑いすぎて声出たあるけど、本当に本読みながら声出たから、ね、93? あ、せっかくだから闇闇をもう連れてく？どうしよう、もうちょい預けようかな。とりあえず様子だけ見るか。今連れて行くと誰かを外さないといけないんだよな。あと俺もう一匹入れたいポケモンいるから、ケッキングさよならする可能性あるな。マリルリでマンダを転がるで倒したいんよな。いや、マンダはイバルとかで強引に倒すか、と、マリルリ変えるかもしれん。今だな、変えるなら。ということで、マリルリ、今までありがとう。マリルリ頑張って、お前のおかげでアスナ倒せたからね。ナギもそうか。いや、ナギもそうか。お前のマルコロで、どんだけ助けられたか。なあ。
ありがとうね。ちょっと、元気でな。元気でなって、まあ、別に逃がすわけじゃないですけど。お世話になりました。クソお世話になりました。ちょっと闇ラミを、連れて行きましょう。悲しい。もう俺、年取って涙もろくなりすぎて。涙出てきたんだけど、こうやって別れるだけで。いや違う、俺引き取りたい。闇ラミ16上がったってことは、26ぐらいか？俺と、27か？俺と年齢同じだな。28でしたわ。やんちゃ。攻撃55。驚かす。乱れ引っ掛け、猫騙し、見切り。いいね。驚かすできるし、全部俺できる。見切りはちょっと、見切りは怪しいところだな。すべてを見切ることは、できないけど。闇ラミ連れて行こうか、じゃあ。闇ラミどうしようかな。いや、俺ね、四天王の不要がきついかなと思って、闇ラミ入れようと思ったんだけど、グライナでなんとかなるか。闇ラミの技調べよう。この先覚えるのが騙し打ち。まあ、騙し打ちはできるな。騙し打ちタイプ1で打てるの偉いな。叩き落とす、怪しい光、シャドーボール、黒い眼差し。だから、騙し打ちぐらいか。驚かすと騙し打ちで戦うか。ちょっとなぁ。マリルリ、お帰り。これからもよろしくな。